Welcome to Big Day Channel。 昨日日本から帰ってきて、今日は久しぶりのパワーハウスジムラスベガスで、本来であれば明日行きたいところだが、まだもちろん膝ボケなので、今日は胸ということで、胸のトレーニング、しばらく解説をしながらトレーニングをするということをしてなかったので、今日から1週間、よしき君が日本から来てカメラをやってくれるということなので、1週間全ボディパートを1部位ずつ解説していただきます。それではレッツゴー。今日の第1種目はダンベルプレス。ダンベルプレス、これの胸の中では、バーベルとダンベルプレスどっちか一つと言われたら、おそらくダンベルを選ぶと思うんだけれども、その理由はもちろん可動域が広いから、その可動域の広さを利用してダンベルというのはその特徴を生かして行わなければいけないということで、まず最大種目、今日はフラット。もちろんこれまず軽い重量でウォームアップするわけだけれども、ウォームアップからしっかりストレッチする。ダンベルプレスの、なんていうか、押し方、ただまっすぐ押すんじゃなくて、もちろんこう真ん中に入ってるのが分かると思うんだけれども、この肘、両方の肘が近くに寄せるようなイメージかな。このまっすぐ上げるというよりは、意識としてはここを絞っていく感じ。こう、まっすぐ前から見るとこういう風に対してこれをこう、こういうイメージ。だから肩をこう上げて入れて、聞きやすい人もいるんだけれども、どっちかというと絞る感じ、肘を中に、その方が安全だ。だこう中にかぶせていくと、やっぱ肩を痛める可能性があるので、どっちかというとこう下から絞っていくようなイメージでやる。インクラインで、フラット、インクライン、フライ、要するに3種目、4種目ぐらい、胸はそんなに多くの種目がいらないと思う。筋肉の大きさとしてはそれほど大きい部位ではないし、どの角度でやっても、結局は 上だけ動いて、上部といっても上部だけ動いてるわけじゃなくて、大胸筋全体が稼働するので、もちろん上部を特に強調する種目、フラットのように全体を強調する種目、フライのように単関節種目と分けてやるのが必要なんだけれども、それほど多くの種目は必要ではないと。で、2種目目、インクラインは角度、これ今日実は若干高めに、本来であれば30度ぐらい、これぐらいが俺おすすめなんだけれども、もちろんバリエーションとしてハイインクライン、もちろんこれが高くなればなるほど三角筋、肩の全部に刺激が多くかかるけれども、角度を高くすることによってこの大胸筋、特にこの鎖骨に近い部分も刺激されたので、今日はこの高いバリエーション、そしてプッシュする角度もさっき言った同じか、こういうのに肘をかぶせるというよりは閉じていくイメージで動作を行う。
ゃあ3種目目マシンのテックフライ、これはまあ単仮説運動かな。最初の2種目が肩と肘、2つの関節、2つ以上の関節が動く複合感、多関節運動で、フライは単仮説運動肩だけなので、大胸筋だけを収縮アイソレートできる。でこれハイレップでやる、比較的ハイレップでやるのが好きなので20レップ。動作一つ注意点として、どうしても肘を曲げて、まあ、肘を曲げるのはいいんだけれども、閉じるときに肘を伸ばす、これを閉じたまま、あの曲げたままやると、結局フライって目的としてはここの距離を短くする、できるだけこの距離を。だからフライだと肘を曲げてる、これ遠いでしょ、まだ。だからできるだけここを近づけたいので、大胸筋が収縮するに従って肘を伸ばすという動きをする。なのでストレッチするときは肘を曲げるんだけど、肘の負担を軽くするために伸ばす。4種目目はダンベルプローバー。プローバーを大胸筋、胸の種目にするというのは背中の筋に入れてる人は多いと思うんだけど、まあ、一つの理由としてダンベルプローバーを入れる理由は、こう閉じてくるときに小胸筋、この胸の大胸筋の下にある筋肉を強く刺激できると。そして俺がイメージしてるのは、こうやって引っ張ったときに、このサイドチェストをするように、胸の張ったときに、この下部、特にこの凹凸、まあ、前髪で垂れ下がってるような大胸筋というのは、やっぱりここに影ができるから、やっぱりコンテストということを考えると、大胸筋は特にこの外側部の厚みっていうのはすごい大事なので、その分も俺はヒットできるような、もちろんこれ 全体を刺激できるんだけれども、小胸筋が大胸筋を押し上げる、この目的としてやってるということで、でクロスベンチ、ベンチに対して、まあ、交差して行うスタイルと、ベンチの目を普通に寝そべってやるスタイル、2つあるんだけれども、俺はまあ大胸筋の場合、ベンチの上にそのまま横になって動作を行った方が安定があるので、逆にクロスベンチで行うと、俺は大円筋の広背筋により効果があるように感じる。もちろんどっちでやっても好みでいいんだけれども、まあ俺のおすすめとしては、トレーニングごとに、まあ背中の時はクロスベンチ、大胸筋の時はこのベンチに沿って寝るというスタイルを。
ということで、今日はフラットダンベルプレス、そしてインクラインダンベルプレス、マシンでのペックフライ、最後はダンベルプローバーという4種目、まあ、メインのセットは3セットずつだったので、まあ、12セット、セット数としてはそれほど多くない。さっきも言ったように、それは大胸筋はそれほど多くの種目はやる必要はない。もちろんやってもいいんだけれども、それよりも効きやすい種目をピックアップして、それを集中してやると、いろいろやるよね。もちろん俺はまあトレーニングごとに種目は変えるようにしているので、次回は違う種目を選択することになると思うけれども、まあベーシックな基本的な大胸筋のルーティンとしては今のような形 で、今日はもちろん日本から昨日帰ってきたばかりなので、まあ本調子、本当の本気のトレーニングは変だけれども、それを100としたら、まあ今日の強度はまあ60とか70とかそんなもん、それぐらいだけれども、まあ今日のフォームと、まあ、セットの組み方、そしてまあテンポなどは、まあ、変わらず、これと同じことを、まあ、もうちょっと重さを増やしたり、あとは補助が入ったりするということで強度を上げるけどね、まあベーシックはこれはトレーニングということで、今週は明日背中がまた基本のトレーニングを久しぶりに説明していきたいと思うので楽しみにして、それではまた次回。トータルで 1,2,3,4 セットやるわけだけど、その4セット目にこれは4分の1ティースプーン体から離さない。トレーニング前中後、特にお勧めしているのはトレーニング後、やはり